はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。闇枕です。さあ、本日なんですが、皆さん、ウィジャ版、使ってますか？まあ、使ってないデュエリストが、まあ、99% だと思うんですけども、このね、カードね、勝利時の演出が追加されました。サムネイルになってると思うんですけども、追加されまして、めっちゃかっこいいんですよ、この演出が。まあ、エクゾディアとかはあったじゃないですか、特殊勝利カードに。あれと同じ。ウィジャ版は、その DEADH の文字が揃った時に、まあ、デュエルに勝利するっていう特殊勝利条件があるんですけれども、これがね、めっちゃかっこいいのよ。で、今回はこの、ウィジャ版の演出をね、お見舞いしていくデッキとなってます。で、ウィジャ版って、特殊勝利かなり難しいんですね。これ一応おさらいしておくんですが、死のメッセージカード4種類とこのカードが揃ってないと、勝てなくて、で、しかもエンドフェーズごとにしか置けないと、相手の。だから、もう相手に、そのターンが渡った瞬間にこんなカードなんか簡単に破壊されますし、今無理なんですよ、勝つのは。こんなカードで。なんで今回はですね、相手のターンをねスキップして相手のターンをスキップして自分だけこの D のメッセージを置いていって勝つっていうギミックにしています。はい、まあターンスキップギミックはですね、有名な最強コンボですね、萌え竹光と、ターミナルワールドっていうカードを使って、完全に相手のターンをスキップしていくと。で、コンボパーツが死ぬほど多いんですよ、このデッキ。まあ、要はターンスキップするギミックとウィジャ版、これを揃えないといけないんで。なので今回は史上最強ギミックと名高い原初の種とマジッククロニクルっていうコンボを使いまして、好きなカードをデッキから全部サーチしまして、でこのウィジャ版のコンボに必要なカードすべてサーチし、ウィジャ版で相手のターンをスキップして、ウィジャ版で勝つと。まあ、こういうケース。理論上最強です。相手のターンスキップして、ウィジャ版するんで。はい。理論上最強。デュエルスタンバイ。皆さん、知っていますか？アンド強。来た、これ。揃った。揃ったぞ。揃った。来た。やべえ。え、まだ3回目くらいなんだけど。3回目くらいでこれもう最後も決まっちゃう。これライティドライバーを召喚して、ライティドライバーの効果、レフティドライバーを特殊召喚していく。皆さん知っていますか？まあ、遊戯王カードマスターデュエルには特にですね、演出っていうのがあるんですね。カード演出がなんかその発動した時とか、まあ、勝った時とかに、まあ、そのなんか何らかのなんかその特別な演出みたいなのが入る。まあ、例えばエクゾディアであるとか、なんだと、例えばなんか3、ブラックホール打ったらなんかすごい演出があるとかあるじゃないですか。なんとですね、最近ですね、アップデートによって追加された演出がいくつかあるんですが、僕が一番好きなカードといっても過言ではないウィジャ版っていうカードがありまして、なんでウィジャ版の勝利にですね、特殊演出が追加されているんですよ。皆さんこれね、ぜひ皆さんにもね、ちょっと見ていただきたいと思ってデッキを作ってきました。今回は、まあ、以前ですね、ウィジャ版動画にしたときはですね、なんかその、まあ、ちゃんと戦えるデッキにしてきたんですよね。アストラムとか使って、なんか、カイザー殺し屋マストラムみたいな、なんかうんこみたいな、ギミックを使って、その、なんか、相手の動きを抑制しながらウィジャ版揃えるみたいなね、クソリッキーを作ってきたんですけども、今回もまあ完全にクソリッキーとなってまして、ソリティアをしてですね、相手のターンをスキップしていこうと思います。相手のターンをスキップして、相手のエンドフェーズごとに必ずウィジャ版を置いていくっていうのがクソみたいな、うんこ以下の戦術をね、相手にお見舞いしたいと思ってます。はい。ユニオンキャリアの効果発動。ユニオンキャリアの効果によってカオスソルジャー回復の下を、置いていくぜ。ちなみになんですが、一応このギミック、当たり前にランクマーで、なんか、決まるわけなかったんですよ。サレンダーしかされないんで、一応ね、今現在の新しく追加されたフリーマッチという機能を使ってですね、やってるんですが、この今回のこのソリティアを見ていただいてるということは、もしかしたら、相手の方、私のデッキに興味を持っていただいているのかもしれません。まあ、またはめっちゃハンドが強いかどっちかですね。はい。これもしくは結構ね、なんかね、クソデッキ回すとね、意外とね、見てくれる説はあるんで、ワンチャン。やっぱさ、フリー対戦デッキ、フリー対戦マッチってさ、面白いデッキ見れる可能性高いわけじゃないですか。まあ、言うてね、多分ね、20戦に1回ぐらいはね、見てくれるんですよね。なんだこのデッキとなってるから。ハリアドンしても、まだサレンダーされないってことは、多分ね、これね、相手の方優しいですね、非常に。で、とりあえずですね、電脳解雇シェンシェンのを出していきましょう。
さあこれで準備は整いましたよ。今からあなたにはね、なんかあまりにもやべえソルティアをねお見舞いしていきますんでね。まずですね、原子の種をセットしまして、でダークサンクチュアリもセットしまして、でマジッククロニクルを発動。このカードの効果は手札を除外捨てることによってデッキからマジックカードまたはトラップカードを任意の枚数5枚ほど除外捨てることができるぞ。ですね、コンボパーツを除外すればいいんで、ちなみにコンボパーツはですねあまりにも多いんで封印の黄金石で全部回収するっていうギミックにしてます。ちょっと少々お待ちください。こっからですね、コンボパーツをかき集める作業になってますね。原子の種の効果を発動。原子の種の効果によって原子の種と封印の黄金石をゲームから除外されてこのカードを回収していく。そしてこのギミックによって封印の黄金石でコンボパーツを全部除外します。まず封印の黄金石の効果、ちなみにエイストどうぞ。かっこいいでしょ。かっこいいですよね、これ。封印の黄金石に演出がすがせましてね。で、サイクロンという謎のカードを、除外して、そして原子の種の効果と、原子の種の効果によって、封印の黄金石と原子の種を、除外していく。あ、ちょっと回収していく。そして、封印の黄金石をさらに発動。コンボ枚数何枚なんだろう、これ。7枚くらいかな。7枚か8枚くらいあった気がするんだけど。で、封印の黄金石の効果によって、どれや、もう今やってないな。俺たき水か。俺たき水をゲームから除外していくぜ。で最後にですね、クソやべえカードをですね、外周、外じゃない、除外していきますんで、ちょっとお待ちくださいね、皆さんね。さあ、原子の種と封印の黄金石を回収していく。いいぞ。これ、ここでもうされんだしな、相手あるや。このデッキに、完全に興味を持ってるか、または相手の先行手が長いなと思いながら漫画読んでるかどっちかですね。で、史上最強カードである、ウィジャマンとかいうカードを除外していきましょう。さあ、ウィジャマンを除外してこれを回収していくぞ。ついに始まったぜ、コンボパーツ回収ムーブがよ。お前に今から地獄を見せてやるからな。これね、このギミックのすごいところをちょっと皆さんにお伝えしたいんですけども、実質ですね、デッキ内の全てのカードにアクセスができます。で、何枚でもいいです。だから例えばさ、デッキの中のさ、10枚コンボのデッキとかあったとするじゃないですか。例えばね、10枚カードが必要みたいなコンボでも、このギミックがあれば成立するんですよ。全てのカードをサーチできるんで。除外してサーチできるんで。このね、原子の種っていうカードね、なんでか知んないけどね、マスターデールの中に2枚以上採用されることが許されてるんですよね。このギミックが原子の種ムーブができるから、そのループができるから、まあ禁止になってる、禁止っていうか制限になってるんですけれども、 OCG の方ではなんでがマスターデールではこのギミックが使えるわけですよ。これはね本当にやばい。これはさすがにサイクロンチェーンうるせえな。これ魔法除去でいいよ、こんなもん。魔法除去でいいよこれ。で、原子の種の効果、原子の種の効果によって妖刀も回収し、そしてですね、残りの、1枚を、ターミナルワールドかな、ターミナルワールドを回収していきましょう。さあ、原子の種の効果によって、ターミナルワールド、原子の種を回収していく。オーケー、準備は整った。見せつけていくぜ。ダークサンクチュアリの効果を発動。ダークサンクチュアリの効果によっていろいろやべえことは起きるんだが、とりあえずまずはこのなんかいらねえマジッククロニクルとかいうカードばっかして、ちょ、じゃらっとけ。魔法トラップゾーンがね、ちょっと邪魔なんですよ、これ。ウィジャマンって、まあ、ちょっと都合上、魔法トラップゾーン開けとかなきゃいけないっていうのもあるんですけども、今回は、ターンスキップするコンボパーツが全部永続魔法になってますんで、非常に邪魔ということで、これ全部爆破しまして、すべて爆破し、そして、ですね、まずは、燃えたき蜜を発動。燃えたき蜜の効果によって、なんか、たき蜜カードが発動されると、相手のターンをスキップできる。で、妖刀竹光を発動。妖刀竹光の効果によって、燃え竹光が起動し、さ、お前のメインフェーズ1をスキップさせてもらうぜ。そして、ターミナルワールドも発動。ターミナルワールドを発動されている場合、相手のメインフェーズ2をスキップできる。そして、ウィジャバーもセット。オッケー。俺竹光は次のターンでいいな。さ、お前のターンだぜ。さあ、お前さんのターンだぜ。さあ、ウィジャバンを発動。さあ、ウィジャバンを発動し、これで完全に相手のエンドフェイズになるはずだ。拮抗勝負だけ本当にやめてくれ。さあ、メインフェイズ一応スキップし、そして、
メインフェーズ2がスキップされエンドフェーズになるぜ。ミシャバンヌボーガーそう相手に 何もさせずウィジャバの死のメッセージを置いていくだけだぜ。あとは最強だぜ、あまりにも最強。そして、俺竹光を発動。これはメインフェーズ一応スキップするために、あれですね、燃え竹光の効果を起動していく。さあ燃え竹光の効果を起動し、そしてさらに妖刀竹光の効果によって俺竹光を戻すぜ。これによって、次のターンもメインフェーズを一応スキップすることが可能。エンドフェイズゴミだ、ゴミデッキや、まさにゴミデッキ。さあメインフェーズ一応スキップしたれ、バトルフェーズに入るが、バトルフェーズは何もできない。そしてメインフェーズ2になる。いいぞこれもしかしたらこれ相手も演出見たいのかな。これなかなかいいですね。これ演出が見せれるとは思いませんでした。演出なんかもなんかそのムービーどっかで刺そうかなと思ってるんですよね。サレンダー同時されるから、なんか演出なんかそのなんだなんかそのフレソロモードかなんかで撮って、なんか後でつけようかなと思ってたんですよ。これねもしかしたらねこれね成功する可能性がある。それか相手解決度入ってるのかな。俺竹光を発動し、燃え竹光の効果を発動するぜ。で妖刀竹光の効果によってもう一回戻すぜですね、会場でツインツイスターとなんかサイクロンみたいなカードとかそっち系だと結構やばいですし、無限法要、無限法要は大丈夫か、マジでコズミックサイクロンとかツインツイスターとかサイクロンとかやばいです。普通に速攻魔法みたいな、それ以外はいける。後ろメッセージ T を特殊召喚していくぜ。さあお前の命はあと1ターン、お前の命はあと1ターン。ガードオフレームいいだろ。さあどうだ、この最強デッキの前にヒレクスがいい相手のターンを完全にスキップし、俺はお前のエンドフェーズに常に死のメッセージを置いていくことによって絶対にメジャーマンを成功させる最強デッキ、理論上最強デッキ爆弾、うおエンドフェーズ。さあターンエンドを宣言しな見せてやるからよ特別演出をイジャマンの。メインフェーズスキップ、バトル入れよ、バトルに入れ、エンド切った、うわー白メッセージエイスを発動。 DSDEADH の文字が揃った、いけ、うーかっけー、見た今 BGM かっこよ、そんな BGM なるんだこれ。フリーワッチめっちゃ環境デッキ多いんですけど、これ大丈夫ですかねこれなんかさ普通に誘発ゴリゴリ積まれてるし、環境外デッキなんか多いのかなと思ったんだけど、普通に幻影勇者とかなんか不安だりとかめっちゃいるんだけど、なんかまあ別に規制されてないですからね、そのデッキを使用するのは規制されてはないんですけど、一応なんかその使用するデッキはなんかそのランクマと違うデッキで楽しもうみたいなこと公式から書いてあったじゃないですか。なるべくそのカジュアルマッチみたいな感じの環境になればいいなと個人的にはですよ、個人的には思っていたんですが、なんか入ってみたところなんか全然普通にランクマだったっていうあと即サレめっちゃ良くないですか。なんか即サレマジでね、なんかねハリアドン、いや違うんだよっていう、ハリアドンした瞬間に即サレされるからマジで、いや本当になんか多分ね、フリーマッチ実装もうちょっと経たないとね、なんかねある程度なんかなんていうのかな、おもろいデッキみたいなと当たんないと思うわ。なんかね今はなんかお試しでなんかその自分のデッキ調整しようとしてるやつとか、なんかそのランクマーデッキをお試しで使おう方法としてるやつとか、まあ別に否定はしてないですからね、別にその使用方法が規制されてるわけじゃないから別に自由にすればいいと思うんです個人。ただ、まあ、個人的にはなんかフリーマッチの意味というか、なんか実装されたその背景というかはなんかある程度そのなんかそのカジュアルデッキというか、 なんかそのファンデッキみたいなやつをなんか回す場所として用意されたのかなと思っていたので、なんかランクマと変わらなかった事実にやっぱりかと思いましたね。まあしょうがないですけどねこれはね。だからまあ皆さんにねお伝えしたのは何かっていうとですね、
あのぜひね、面白いデッキとかファンデッキみたいなキャラデッキとか回したい方はですね、あのぜひうちの、ね、メンバーシップに入っていただきたい。まあ、うちの、ね、メンバーシップは毎週毎週なんか面白い大会を開いてますし、まあ、そのなんか変なデッキを、ね、あの回す場所もそういう大会で提供できると思うので、ぜひですね、あのマスターデュエル の, そのランクマにあの環境に疲弊しているよと、ただ遊戯王は好きだよという方はですね、あのぜひうちのメンバーシップへ の,、ね、あのご加入を、幹部会のご加入を、お待ちしておりますと、いうね、宣伝をしていると、相手がなんかやばそうな動きをしています。これはなんか割となんかおもろそうなデッキだな、これ。おもろい系のおもろい系ソリティアデッキなんじゃん、これ。なんか見たことないムーブしてるよね、これね。そこそこなんか、まあ、イゾルで週末の騎士あたりは、まあ、割と見えるっちゃ見るけど、なんかね、見たことない動きはしてるんだよね。これは一体どういうムーブなんでしょうか。3体ね、セレーネ、わからんな。なるほどなるほど、わからん。なんかガチでやべえムーブしてんな。誰やねんロイヤル誰やねんロイヤル来た。ネコマネキング、やば。なんか俺もターンスキップできたけど、なんか俺お前もターンスキップできた。もしかしてあれ坊やくしくも同じ構えかってやつか。やばいぞ。ネメシスキーストーン、わからん。これあれだな、なんかクソ長えソルティア見せつけられてるけど、なんか割とすごいこと面白そう。なんかコーディネラル、コーディネラルの効果発動して、なんか意味わからんモンスター送りつけられたけど、え、これこんなんでエンドなの、大丈夫。なんか弱そうだけど、なんか言うて天気のせこくしかないけど、これ何が起きんだこれ。ガチでわからん、ガチでわからんコンボ来た。天気のせこくでバウンスするのがあって、天気のせこくで表側表示カードをバウンスするっていう効果がありますからね。これで何？何？何？クリオスフィンクス？誰やお前？表から表示させる限りフィールド上のモンスターが持ち主で持った時、そのモンスターの持ち主は手札を1枚選んで墓地を送る。なるほど。で、デブリドラゴンも特殊召喚。はあ。ネコマネキングが相手の効果によって墓地を送られた時に、相手ターンを終了する。やばい。おい待て、これもしかしてあれか、ネオニューターンスキップビジャマンか、これやばいぞ。なんか奇跡が起きている。なんかネオニューターンスキップビジャマン VS ターンスキップビジャマンのなんかクソデッカー対決になってるわ。クソデッキ製造工場がここにもあったのかバカな、なんだこの天才コンボは。デブルドラゴンを召喚し、デブルドラゴンの効果によってネコマネキングを蘇生していく。なるほどなるほど。で、ミストバレーで、バウンスしていく。で、クリオスフィンクスの方によって、手札を一番選んで墓地を置くという効果があ があると。なるほど、これで墓地を送るのは何でもいいんだな、これ墓石。はいはい、なるほどね。はい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 、これであれですか、また次のエンドフェーズになんか、次のフェーズじゃない、俺のターンのドローフェーズにまたこの効果を起動するってこと。3番フェーズ、メインフェーズ1、メインフェーズ1入ってるよ。なんか動いていいのこれ、動いていいの、動いていいんだって動くよ俺。まあとりあえず D だという、まあ、作業モンスター召喚して動けんのかなこれ。これ死のメッセージ E 来てっけど、ミストバレーのライジンキー、はぁ、はい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 、バウンスね。あーで、またこれ同じこと起きる。これでディーバの効果で、アーチ弾召喚した瞬間にターンエンドされて、これやっべ。クリオスフィンクス効果で、手札を相手の手札を1枚墓地に送る効果で、ネクマネキングでターンスキップか。あ、なるほど、わからん。チェーンゴーにするの忘れたんかな。ビジャマンの効果によって、やばい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 、いやでもね、言うてね、俺ね、相手のデッキのカイトが入ってんだよ。サイクロンっていうカイトが入ってんだよドローフェイズにサイクロンを引いたらいける。なんか相手のウィジャバンを破壊してドヤ顔することができるワンチャンある、ワンチャンある、マジでサイクロンを引けばいけるぞ。頼む頼む、サイクロン、うおーってまあいい、ウェジャバの演出が見れるから、俺はあの演出が見てんだ
なんか俺のデッキでお見せするんじゃなくて相手のデッキでお見せすることになるか。まあいいだろう。さあビジョンの効果によって死のメッセージ H が置かれ、うわかっけー、召喚エイスをどうぞ。どうこれ、めっちゃいい、かっけー、うおー、美しい。